はい、グロッチョンです。昨日のね、煮付けの残りで、あら、はい、ゲロッチョンです。今日はですね、ちょっとね、夜食をね、作りたいと思います。今日はね、白菜の煮付けになりますかね。まあ、くちゅくちゅにとか言ってますけどね、うちではね、白菜と、きんぴられんこん、白菜ときんぴられんこんの煮付けを作ります。はい、これのだしが昨日グレーとね、アラカブを煮付けした残りのだしです。このだしをね、使って白菜ときんぴられんこんの煮付けをします。じゃあね、もう白菜はね、切っておいてあったんでね、もうこのまま入れていきます。はい、もう白菜はザーッと入れてしまいます。はい、その次にね、このきんぴられんこん、これはね、どこやったかな、これはどこで買ったっけ、業務スーパーのね、遠藤っていう業務スーパーで購入しました。そのきんぴられんこんですね。これをね、少し一緒に入れて炊いていきます。もっともっと、はい、これでいいかな。そしてそこにちょっとね、砂糖を加えて、もう砂糖とかも全部適量でよろしいです。もう自分のね、好みの味付けにしてください。はい、みりんを少し入れまして、醤油も少し入れます。よいしょ。はい、あとはね、沸騰するまで待ちます。もうこれやったらね、3時間でもね、すぐにできると思うんでね、夜食にはぴったりかなと思っております。きんぴられんこんと白菜の煮付けですね。もうつくつくにとこちらでは言うとおりますけども、それをやっていきます。じゃあ、あとね、沸騰するまでね、ちょっと待ちます。はい、もうだいぶ沸騰したかな。はい、こんな感じですね。もう火を止めます。よし、あ、いい感じにできてます。あとはね、これをね、入れ替えます。チンチチチチン、はい、白菜ときんぴらごぼうの煮付けができました。これでね、ちょっとね、今からね、食べてみたいと思います。もう10分か15分ぐらいで出来上がるんで、皆さんもね、こんな感じで作ってみてはいかがかなと思っております。ではね、今からね、食べてみますんで、ではいただきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ではね、これ10分かそこらでね、作れるので、皆さんもやってみてくださいね。またこれね、惜しいなとか、やってみたいなと思った方は登録の方よろしくお願いいたします。ではまたね、バイバーイ。